こんにちは。ご視聴ありがとうございます。PTS メガアームズ AR15 カスタムガスブローバックガスガンを紹介します。2024年3月にホビーショップフロンティアさんで販売されていた中古のものを紹介します。全長は約80センチ、ストック伸ばして約88センチ、重量は約3キロで重量感を感じます。マガジンは558グラム。重量感ありますね。下にガスの注入口、給弾口と、まあ、中古ということでハンドガードとかグリップとかストックとかいくつか変更点があるようです。ハイダー横貫通していて上にマーク、芋ネジでさらに固定されています。インナーバル結構前まで来てます。上からこれサイト載ってないですね。上部長いレール丸いのプロサイトを載せてみました。こんな感じに見えます。キーモッドに貫通されたハンドガードは31センチでした。でしかもショートレール左右と下部にちょっと長めのがついてます。内部にはガスチューブとかついてます。握ると比較的細めで手が指が合う感じ。アッパールワートも金属で剛性ありますね。刻印マガジンハウジング、左にメガのトレードマーク、そしてアッパーにメガ、右側には PTS のトレードマーク、そして台湾の刻印。チャージハンドル引くと、はい、ここまで引けます。それに応じてカバーが開き、ボルトが交代します。ボルトリリースを押すと前進、いいですね。マガジンキャッチボタンを押すとマガジン自主で落下します。ちょっと広くなったトリガーガード、そして軽量化されたトリガーと、トリガープルはあんま遊びがなくてここで落ちます。めちゃ軽ではないけど、はい、1018g でした。セレクターハンマーをコックしているとセーフティーにも入ります。動き軽くてクリック感がありますね。グリップはフォーグのラバーグリップに変更されてます。前面フィンガーチャンネルがあり、この中央の部分とか盛り上がっていてより握りやすくなってます。もちろん中空洞、握るとね、まあ、フィンガーチャンネルに合わせないといけないんですけど、まあそれ慣れれば、はい、細身で握りやすいです。ストックも PTS のストック、こちらを押すとロック解除されてこれで固定、さらにこちらでもロックできます。後ろもラバーと、ガス入れますね。さあ吹き戻しあるかな。ああやっぱりないんですね。このちょろちょろ流れてる感じを感じつつまあ満タンとはいかないまでもある程度取り除きましょうか。はい、ガス 24g 入りました。玉 0.2 のバイオダンでいきます。いつものローダーで入るかな。あ、割と入れやすいかも。一発一発入れました。これ以上下がらないでこれで満タンだと思います。エアガン競技 APS カップの的5メートル9メートル先に置きました。大丈夫か。おお、なんかいっぱいありますね。なんかすごくね、リコイルがバシバシきますね。すごい。おお、かなりね、すごい、うん、調子いいですね。
ぱりね、レスポンスもいいし、いや打ってて気持ちいいですね。まあやっぱりフルロース使いすぎるとやっぱり最後のちょっとね、あの遅くなってきましたね。まあとはいえちゃんと動いて、いいですね、リコイルが最高。ガスの乗用を計算すると1発あたり 0.25g で、ガス1チャージで96発打てる計算です。初速見ますね、どれぐらいだろう。その前にマガジン 16.5 ちょっと冷えてます。 76.9 82.1 85.4 81 80.7 78.7 78.8 71.6 73.3 71.7 フルオートのサイクルは 8.4 発毎秒。発射音いきます。50センチ離して 92.4 真横 110.8 銃口は 107.7 デシベルでした。まあいやー、リコイル最高ですね。はい、とっても打ちやすいです。あ、ありがとうございます。あ、いやー、今日ゲイピエスカップのブルーザイ打ちます。あれ、なんでしょうね、多分なんかダブルで出てました。まああれはなしで、なんかね、すごく引き切りが分かりやすいし、リコイルも良くてね、なんかすごいバランスいいんですかね。なんかすごくピンポイントで、ね、狙いやすかったですね。あー、もったいない。多分これそうですよね、グルーピングは悪くないですけど、ちょっとサイトずれてましたね、はい、なかなか良かったです。カスタマイズされた AR15 ガスプロ良かったですね。まあ、以前にもね、マグプロのやつ何度か紹介してます。ぜひ他もご覧ください。最後まで見ていただいてありがとうございました。